新幹線 E954 型電車は2005年6月に落成した東日本旅客鉄道の新幹線用高速試験電車である。愛称はファステック 360S。ファステック360シリーズの第一編成であり、末尾の S は新幹線のローマ字表記の頭文字から取ったもの。JR 東日本が最高速度時速360キロメートルで、 営業運転を行うためのデータ収集を目的として開発した試験電車。愛称のファステックはファストとテクナラジーを組み合わせた造語であり、360は目標とする営業最高速度を表す。2010年度に東北新幹線が新青森駅まで延伸されるに当たり、新幹線の航空機に対する競争力を高めたいという要求が開発の一因となっている。 JR 東日本は2003年に E2 系の高速運転用改造車で時速 360km を達成し実用化に向けてさらなる試験のために新幹線専用の本形式と新在直通用の E955 型を製作した試験目的には安全性の向上高速運転に伴うトンネル微気圧波騒音などの低減から乗り心地まで含まれている 車体は窓枠の下にある銀色の帯を挟んでイーストグリーンとパールホワイトに塗り分けられており先頭車のノーズ部分は全長の半分以上にも達するカラーリング等のデザインは福田哲夫によるなお日立製作の1の3号車についてはアレクサンダーの E マイスターがデザインを監修したなお同時開発の e 9 5十五型と合わせに編成4両の 戦闘車があることを活用して、本形式の戦闘車では、形状の差による騒音の影響の検証を、同時開発の E955 系の戦闘車では、車体長さの差による騒音の影響の検証と、各編成に別々の目的を与えることによって、技術開発の効率化を図っている。電動車には最高速度時速 405km を出せる新開発の小型高出力モーターを、 複数搭載し、性能を比較する。また、一編成につき2種類の新型パンタグラフを、それぞれ1機ずつ搭載し、どちらか一方のみの仕様で運転することが可能である。曲線通過速度向上のため、空気バネストローク編上げ方式の車体傾斜装置を導入することにより、車体を最大二度まで傾斜させることが可能で、これをもって左右定常化速度を抑制し、 乗り心地を向上させることができる。また、連結部分を全周フロで覆い、パンタグラフの両脇に遮音板を設け、吸音材を用いた、車体下部吸音構造にするなど、騒音の発生を可能な限り抑える構造となっている。新幹線発の空気抵抗増加装置を搭載する。これは丸みを帯びた線形の板で通常走行時は、車両の側面上部に収納されており、 緊急制動時にのみ、車体中央側の付け根を軸に約60度回転し屋根剣部にせり出す。この装置を用いることで、時速3 6 0トルから制動をかけた時に停止するまでの距離を、これまでの新幹線の時速2 7 5トルからの制動距離と同等、またはそれ以下に抑えることを目指し、試験を行っている。 この空力ブレーキはその形状からしばしば猫耳と称され E954 型の登場時にはイギリスでも耳のついた新幹線として報道されたディズニーチャンネルのアニメ番組緊急出動隊をしそには当車両を参考にしたと思われる列車のキャラクターが登場する仙台港まで回路で運ばれ宮城県宮城郡里府町の新幹線総合車両センターに搬入された後 走行試験が行われている。ストリームラインアローライン E954 から1から E954 から8までの8両編成。先頭車である1号車と8号車はモーターを搭載しない制御車であり、先端部分の長さは双方ともに約16メートルだが形状が異なる。東京方面の1号車はストリームラインと呼ばれる。 E2 系と500系の中間のような形状。8号車はアローラインと呼ばれる E4 系の発展型のような形状となっており、どちらが適切か試験走行を重ねて判断する予定で、1号車と8号車を入れ替えることも可能である。E954 型8号車とファステック 360Z には、用の分割併合システムの他に連結編成間において、 特高圧配線の引き同士を可能とする特高圧分割併合装置を連結器の上部に搭載した。この装置を搭載した関係で電気連結器は従来の連結器上部から下部に移動し可動機構を廃することで構造の簡素化を行っている。その後この装置は一連の試験の後に撤去された。また先頭部のカバーは1.8号車どもに3つのカバーで構成されており、 展開時には一度前にスライドして、カバーを割った後に交代して格納される機構のため、従来の戦闘部カバーと違ってかなり複雑な構造をしていた。河川からの単相交流 25KV を周辺圧器で高圧した上で、主変換装置で直流に整流、その後参照交流に変換して、主電動機を制御する VVVF インバータ制御方式である。電源、制御機器。 編集2号車から7号車までの電動車は2両で、ユニットを組む。各ユニットの立行、回生ブレーキ特性は同一である。ユニットあたりの主回路機器重量を11.6トンと、C、軌道加速度は、時速 1.7km、S、明かり区間、10パーミル勾配における Q ノッチ特性で、時速 360km 近郊、明かり区間、 3パーミル勾配における銃の地特性で時速4 0 0トル以上の性能を有する。騒音及び振動抑制の観点から、主変圧器と車体張りの間に防振ゴムを挟み込む構造とした。車体側にゴムを取り付けた釣り方式及び車体側と、主変圧器側の双方にゴムを取り付けたサンドイッチ方式が採用された。第1ユニット主変圧器は、 強制風冷式を採用し、3 6 5十九場の容量を備える。主変換装置には、冷却効率の高い走行風冷水、冷却方式を採用し、電動送風機の省略による装置の小型化を図っている。回路は3レベル方式である。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機 MT937 である。第2ユニット主変圧機は、 強制風冷式を採用し、3600区場の容量を備える。主変換装置には、強制風冷沸騰冷却方式を採用する。コンバータ回路は3レベル方式、インバータ回路は2レベル方式である。主電動機は、自己通風式永久磁石動期電動機 MT939 であり、高効率、軽量化を図る。第3ユニット主変圧機は、 走行風冷強制風冷式を採用し、3600クバの容量を備える。主変換装置には、強制風冷水冷却方式を採用する。コンバータ回路は3レベル方式、インバータ回路は2レベル方式である。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機 MT938 である。台車、編集高速でカーブを通過すると、車両外側に向かって働く。 遠心力が増加する。それを乗客に感じさせないために、車体傾斜装置を搭載した、ボルスタレス台車を採用する。振り子式ではなく、空気バネによる車体傾斜となっている。軸箱指示方式が異なった台車が、各車両に搭載される。1.25から8号車は軸張り方式、3.4号車は指示板方式である。終電装置、編集落成時には、 E2K1000 番台と同じシングルアームパンタグラフが2号車と7号車に搭載された。後に、それぞれ形状の異なる新型終電装置が搭載されている。河川へ柔軟に追随するために開発されたスリー板を十分割した上でおのおのをシリコーンゴム板状に配置、バネで支える、多分、割りスリー板付き船体である。また、落成時には、Z 字断面形状をした。 車音盤が終電装置の両脇に装着されていたが、2006年以降に両端が30度となる平板形状の車音盤に変更された。車内は1号車、4号車、8号車に計測機器が搭載され、5号車はグリーン車、残りは普通車だが、それぞれ座席の前後間隔やカラーリングなどが異なるデザインとなっている。シートピッチは2。 3号車が 1040mm、4号車が 980mm、5号車が 1160mm、6、7号車が 1000mm となっている。4号車の新青森方面半分には、ミーティングスペースが備え付けられている。緊急性同様として、空気抵抗増加装置を1号車と8号車には2列4枚、3号車、5号車、6号車には、 それぞれ一列2枚ずつ搭載している。2005年6月25日から東北新幹線の仙台北上間などで走行試験が行われている。試験走行は新開発されたトロリ線を仮設した下り線で実施し、上り線で改装される。時速 275km から時速 365km で試験走行を週2回ほど行い、 時速4 0 5キロメートルでの走行も目指す。2006年2月21日からは、東北新幹線の仙台森岡間で日中の営業時間帯における走行試験が開始された。また、2008年8月から E955 型と連結運転を行った。試験走行は2009年に入ってからも継続して実施されており、3月には、 上越新幹線の熊谷駅まで入線をした。5月21日からは、熊谷北及び北陸新幹線の高崎軽井沢間を走行し、北陸新幹線内では、公開試験を行っている。なお、本試験では、電源周波数の関係から本形式は、北陸新幹線軽井沢衛線を走行することができないため、長野新幹線車両センターに置くことができず、 一時的に新潟新幹線車両センターに置かれた。6月15日に新潟新幹線車両センターから大宮駅を経由して新幹線総合車両センターまで走行した。試験終了後、新幹線総合車両センターに留置され、2009年9月7日付で廃車された。全車両が解体されたため保存車両はない。 時速 360km 走行時の 25m 騒音は E2 系1000番台での同速度における試験結果と比較して5デシベル強の低減が見られた。ただし E2 系1000番台による時速 275km 走行よりは大きな騒音値となっており現状飛躍加速度は時速 330km 程度となった。車体寸法の制約が大きい。 E955 系での騒音低減が難しかったことが編成全体の営業最高速度における制約となった。車内静粛性や直線や軽く間での乗り心地に関しては E2 系時速 275km 走行と同等以上のレベルに仕上がったが時速 360km での曲線通過やファステック 360Z 閉結時のトンネル内動用については 課題が残った。以上のことから、当初の計画であった最高速度時速 360km での営業運転は断念し、最終的にはコスト面も配慮した結果、最高速度時速 320km での営業運転となった。ファステック360の試験成果を受け、JR 東日本では2007年7月27日に2010年度末の 東北新幹線、新青森開業に向けて本形式をベースとした営業最高速度時速 320km の性能を有する新型車両の量産先行車を製作すること、最終的な営業速度や本数は今後決定することを発表した。2008年4月1日に形式名が E5K になることが中期計画の一部として発表された。 その後2008年11月10日に2010年12月の運用開始が正式発表された。E954 型による試験で同時に試験された分割式ブレーキライニングの試験結果から空力ブレーキがなくとも制動距離を E2K 並みにできるという結論が出されたため開発される車両は空力ブレーキが省略された。実際には ブレーキ初速時速 340km の場合、空力ブレーキを併用せず 4000m で停止可能、時速 360km から空力ブレーキを併用すると 4000m で停止、可能である。ありがとうございます。